つられてるよ。温泉でさ、体力回復って嘘だもん。嘘だよ。そう入るたび嘘入るんだよ。おめえが突然して嘘もそうだよ。おめえがびっくりした。だってさ、疲労回復と書いてあるんだよ。嘘だもん、あれなんて。プール入ったみたいな。うるせえ。うるかつ。正直、今日どこ行ったんですか。全部だよ。最後のやつ以外全部だよ。足で、足の下だ。自分だけだろ。俺だけ。朝ごはん？朝ごはんはいらないよね。なんで？選んではある。そう。朝昼一緒で。聞いてねえわ。じゃあ、おいしいとこマジ。うるせえ。朝昼一緒でおいしいとこ選んだら。朝昼一緒？サヌキうどん。行くよ。あれ夕方。夕方だから。どう考えても夕方だろ、四国だもん。ストレート行ったって言う方になるから直前まで内容を教えられないっていうのもちょっと俺も下にからな。そういう気合いはないでもいいと思う。なるようになるっていうのも投げたなるようになるっていう点でクエのちょっと後ろに俺はバッチリ冷静な判断してるよ。はい。で14個回ろうとしたわけ。あれだから明日状況書いてるよ。3つだよ十分。3つは楽勝だ。3つプラス楽勝はないよ。3つプラス車運転してんじゃん。右手にさ、バーッと先見えたら行きてえべ。先を来てよ。先言うと、うどんでしょ。うどん。この3つは何ですか。そう、3つは、温泉3つってのは女の子と大丈夫なのかっていう。あ、そういうとこちゃんと見つけるの分かりやすいとこパッパッパって、あ、行く道にあるよ、当然。だから、最悪、もう間に合わないと思ったら、あ、来るよ、全然。呼び上げるよ。言っとくよ、全員っていうのもあったね。交互に浴びてくっていう。無駄に時間かかる。時間かかるじゃん。だから全員で出たらもう入っても無駄に時間かかる。入ってもいいよ、なんかその入りいらねえよ、その口。いやだ、食いてえか食いたくねえかっていうのをやりてってやつはいくかもしんねえじゃん。いねえよ。マスマタやりてえなんて言えそうじゃん、ちょ。前回やっぱ味噌カツうまかったっていうそういう意見もあったし、鍋も食いたいなんていうのがあったでしょ。だから今回もそれぞれ食べ歩き感がいいからね。そうそれが欲しい。やっぱただ食べるだけじゃ面白くないなんていう意見も出るかもしれないと思って、その辺は9時で行きますか。9時で、そうそう、だから、カードをこう用意するわけだ。食べれないとは出るわけ、うん、全員食べれる、全員食べれない、誰が食べれないみたいなね。おいおい、そういうのやると、まぁ、ちょっと食事なんていう気の緩むとこでもみんなの気持ちがピッてしまって、そうなの、緊張感が出るみたいな。空気も悪くなるじゃないか、それは。食いてぇもん、食いてぇもん、当たり前じゃん。リーダーインカの食以外で癒されるとこねえぞ。ちょっと覚悟してたから食いて食いたくねえやりてえとかマサオが言い出したらその時は毎日言い出したらおめえだなっつってんだよ。そう言い出したから。俺らも一回なししたんだよな、計画それやめようっつったんだよ。でもマサオあたりがやりたいな。俺なんで俺がやりたそうじゃん、すげえひどいよお前。じゃあマジなんだって。マジなんだって。しょうがねえから前日用意したんだもんな。今まで意味がわかんない。そのいい草だもん。このセクターかわいそうだよ。カメラ撮ってるか。ちょっと言ってやってよ。何よ。裏切られた。言うことないって。14もおかしいわ。最初は50キロ。近い言ってくれ。50キロ。100キロ。到着予想が随分変わったのに早くなった、遅くなった。だけど残り10キロになったね。そんなに走ったか。到着時刻は9時、10時になってるんだけど、長かったことあれ100キロ。でもあれだけ2時間はあったよね。そうだよなぁ。マジでたらればはいらないね。その辺の計画性が自然はネットワークで死ねえよな。自然はコントロールしないもん。俺らも自然やもんな。自然じゃねえよ。それは分かったら調べりゃよ。いや違う、
調べないっていうなんか大きな流れがあったらしいんだけど流れに身を任せてるんだよ。それこそ人的要因じゃねえか。人災です。人災。体力の限界。そういえば俺まだあれだな、小野順の朝勝利聞いてねえな。聞いてねえ。おー持ってきた。やべ持ってよこれ。やべ俺もスーパーマリオやってねえ。おめえもだよ。ちょっともうね、噛んだりするけど、なんでうちらはなんか B 級芸人みたいな感じ。そうだよな、A 級だよな、俺らな。そういうんであれば、そういうんであればもうちょっとビシッと決めてほしかったな。 B 級芸人はひでえよな。ひでえ。でもこの間のビデオ見る限りじゃ B 級芸人だった。でもちょっと面白かった感想が B 級芸人だよ。あれ見た、編集したやつ見た。編集したちょっと面白い。こっちとこっちの重さがないよね。寂しいね、やっぱり。もしよかったらお風呂行くから、どっちかお風呂いただいてください。マジか。いただきます。いただきます。はい、やばい。それ重さを埋めてるやん。なくさに明日のプランは全部まえちゃん考えで、そっち側もこっち側のような感じね。そうだね、出してきて。キャラが死んでるもん、本当に。何時起きるんだっけ、6時半だっけ。6時半起き30分でまず栗の期限をどうにかして。あれだな、栗な、栗な、起きねえもん。起きねえもん。6時半起きの7時出発。まあ、7時って言ってもホテルやったらもう飛ばしてもされるやん。出発無理だ、無理だ。工程を、そうですよね。そんなパスして、これでもかなり半分以上どうせ。なんか1つ入らないね。そんな3つも4つも入るもんね。結構きついかもしれない。1箇所だけでもいいじゃん。最悪だ。今日は一箇所はない。一箇所でいいや。ちょっとでもね、正直、じゃあこっち側のさ希望言っていい？全校で10箇所行きていいよな。今6箇所、7箇所か。7箇所あと、あ、すごい。じゃあ、朝、朝、もう一回ここに入ったらいい。じゃあここで1箇所にすっかり。じゃあえ、するって言ってなかったっけ。するって、クリンチも、クリンチも1箇所入るからね。1箇所、あー、8箇所、あと2箇所、あと2箇所って言ったら2箇所でいい。最低に結構前に中小学園に寄ってたら、保育園のプールに使ってこよう。アビルマン、アビルマン、幼稚園に行ったらそれこそ捕まるぜ。俺いけるの。アビルマン、園児に人気のあるビジュアルじゃないや。バカも分かってんだお前。そんな見んだよ、園児は。アビルマンとか殴ってきて、そうだ、殴ってきて、で、いてててとりあえず全裸だぞ。全裸だぞ。パンツ履いてない。パンツ履いてない。タオルだぞ、あれ、俺んちの。タオルだよ。全裸じゃねえよ。タオルつけてて全裸じゃねえよ、それ。こじつけない。とりあえず、あと2箇所稼げるってことだね。最低2箇所、最低2箇所ね。最低2箇所。入るか、全然ね。どう？ほら。入んな。みんなで入ろうか。そうだね、みんなで入ろう。お、写真撮って。お風呂入って、でもう早く寝た方がいいな。はい。てか、すげえ喉痛いな。そう言って、風邪ひいてるような感じ。あ、そうだ。いや、大丈夫です。大丈夫です。ただ、もし風邪薬とかあったら。もうあげようか。すいません。風邪気味で。あの、風邪の薬あげましょうか。ありがとうございます。タレントが。今のな。タレントがいた。俺撮ってやろうか、お二人のこの風邪薬ちょっと。風邪薬ちょっと、あ、じゃあいただきます。あの、風邪薬、はいはい、ありがとうございます。風邪薬は何がよろしいでしょう。何でも結構です。じゃあ、とりあえずこれなんかどうですか。ボケた、ボケた。みかんやん。おのけで一泊。おやすみなさい。おやすみなさい。